折らないで話の腰を折る。はい、ジャガさん、何をしている時に幸せを感じますか？金もらった時でしょ。うん、やっぱり試合やってそれうるさいから、人の質問に答えちゃう。ね、大将は私の子だから。ジャガさん、なんでそのハイボールで手が伸びないんですか？美味しくないね、これは。絶対美味しくないやつ。無理して無理して飲んでるし、絶対大丈夫だって。ちょっと話腰折んないで、話の。はい、何の話だっけ。ジャガさん、何をしている時に幸せになりますか？いい話。眉毛全然ねえな。素顔だからね。眉毛薄っ。ねえ、ちょっとうるさいから、今、はい、私のところだから黙ってて。だから怒られるんだよ。はい、ですね、そうですね、まあ怒りながらもこう家族3人で話をしている時です。いる時ではあります。いいです。もう絶対長いから今。いや、めっちゃ長いこれ。ねえ、ここ私の部分だから。イライラすんな。え、多分ね、3分引っ張るんだよ。今危なかったね。私の時間だから黙ってってくんないか。あ、すいません。すいません。危なかった。危なかった。すいません。やる意気。まあ、なんやかんや好きなことを言い合いながらも、まあ、元気でいる。こんなことが、やっぱ、すごく幸せだったりしますよね。喧嘩するけど。うるせえ。はい、次。はい、ジャガーさんの夏季休暇の予定を教えてください。仕事は試合が結構、夏休みの日ってさ、ジャガーさんどんぐらい仕事あるの？月に、2試合から6試合ぐらいありますので、まあ1週間に1回ぐらいの感覚ですかね。どんな毎週みっちゃん来るの？いや、まだ言ってない。来ないよ。いや、なんかボソッと聞こえました。そっくり私に。終わったんすか？言ってないっけ、まだ。夏季休暇何されますか？あ、いろいろなんか旅行も行きたいなとは思ってるので、また今考えております。はい、JJ 帰ってきますからね。泊まりがけの旅行行っちゃうと、ちょっと、木下さんかわいそうだなと思うけど置いていきます。はいはい、はい、受験生のお母さんからの質問ですね。はい、不合格の時どんな声をかけられましたか？何もかけてないと思います。いや、ジェジェ君どうですか、実際は。かけたっけ？迷惑、落ちた時。迷惑じゃないよ、落ちた時に。不合格でお母さんは何か声をかけてくれたか？ああ、ゼロ。全くなかったね。まあ、とりあえずなんか、まあ、ジャガーさん、まあ、そもそも俺ちゃんね、構われるのがそんな好きじゃないのよ。例えば、物事やってるときにいちいち干渉してくるというか、怒られるの嫌だから、まあ、それを、まあ、その、なんて言われるかな、その気にしてね、あまり干渉してこなかったかなと思ってますけど。あら、もう握手。はい、いい方に考えてるね。ねえ、あんたは違うから、私の息子だから。じゃあちょっと横で行く。なんか、おいで、早くおいで。おはようございます。今日髪切りました。みんな髪切りました。はい、そして、はい、ジャガーさんへの質問ですが、ジャガーさんのおすすめのカンドラは何ですか？ああ、冬のソナタ。カンドラってこれのこと？はい、そうです。いや、昔面白かったんだけど、カンドラ韓流ドラマじゃないの？韓流ドラ、カンドラ、あのさ、ハンドラ、ハンドラじゃない昔、ハンドラなんですか、ね、みっちゃんと一緒の見てたのが多いんだけど、なんだっけ、カンドラ、なんだっけ、面白かったの。ほら、やっぱ言ってんけ、ダサ、もう古、でも20年前ぐらい、そうですね、4歳できた、あの冬ソナから始まりましたね。それで春のワルツとか、あれって四季があるんだよ、天国への階段も見ましたね。そっから見たらロケ地行きます、ハマりますから。そんで韓国行ってロケ地行って写真撮ったりとか、本当ミーハーなことやってきました。なので入り口はチェジューの、あのやっぱりドラマから行ったら入りやすいと思います。はいはい、ジャガーさん、夫婦二人っきりになった時、気まずい雰囲気とかなりませんか？ああ、気まずい雰囲気なんか年中なので、さっさと木下は自分の部屋に帰ってきます。私は部屋別だからね、まあリビングでテレビを見て、適当に眠くなったら部屋に帰ってきます。JJ がいないから。
わけわかんない。わけわかんない。あの JJ 君をハンチング可愛い似合いますっていう。可愛いもうマミーの撮って。でかでか。お母さんにそっくりよーって来てますね。はい、確かになんか似てるな。確かに似てきたな。はい、ジャガーさんに似てきましたね。いや、いい男になるよ。大人になったら、成人になったら、多分。そうね、瀬沼のお父さんに似るかな。そうそう、私の海の父の。海の父って何。いや、今だって義理の父なの。海の父って言うの、あれ。いや、種じじっていうの。海の母じゃないの。いや、種じじっていうのかな、なんつうぼ。あの、JJ 君にも質問来てますが、いいですか。はい、何。いや、おい何怒ってんだよ。JJ 君、身長と体重はどうなりましたか。いや、おじゃん、多分ね、168、生徒が、みんな170超えてるんだよ、自分ともう一人以外は、男子がね。あ、そうなの。だから2名だけなんですよ。あら、170センチ未満。頑張れ、もうちょっとだ。まあ、で、それで、まあ、その自称173のやつに、まあ、身長をまあ考えると5センチぐらい下だから、168かなっていう。その人がサバ読んでたらどうする。いや、でも165から8だと思いますよ。ねえ、その3センチ大きいから。はい、どうぞ。はい、ゲージェ君、いつから夏休みですか。22。え、23じゃない。いや、その放課後だから。ああ、ねえ、あの、体重は、体重聞かれ、言ってないよ。いや、わかんない、わかんない。太った気がする。73ぐらいか。わからねえよ。ねえ、70切って。わからねえが答え。引っ張るな、それ以上。はい、すごいファンの方がいらっしゃいますね。その帽子、ジャガーさんにベッドに投げ飛ばされた時にかぶってた帽子ですか。そうかもね。マジ、ワンチャンス。よく知ってるね。じゃあ行くか、ベッド。大丈夫、大丈夫。はい、ジャガーさん、夜中に先生の部屋に行って耳たぶが似てるって話したらしいですが、なぜですか。あのね、わけわかんない。いつも私が不意にあの部屋に入っていくと、大体背中向けていい椅子の上でパソコンで韓流見てるんですよ、うん、だからそれを邪魔してやろうと思ってたまにふと思いついた時に行ってたわいない話をするんですけど、だいたいうざいから早く帰ってほしい顔をするから、ちょっと耳たぶのネタを言ってみようかなと思って、あのコント耳たぶ私と似てないっていうところから始まって、でも、あ、お前そうだ、いや、似てない、あ、でもそうでもないね、引っ張るな、それ以上。大きくなったわね、耳たぶね。えピアス開けないの。ほら、そんなこと奨励してどうするの。みんなしてたからいいだろう、そんなの。ダメです。鼻輪よりいいだろう。ダメです。出た、昭和の男。ダメです。昭和いいね、もうね、まあ、親元離れたら、ね、こっちの家ですから。はい、ヤガーさんのバスローブが、うん、試合の時に出る格好みたいですね。え、これそれアントニオ猪木さんになっちゃいますよ。ね、このこういうガウンですよね、男子の方が ね、あの藤波辰巳さんとかみんなこういう感じなんで、ね、西村さんもそうだね。そうだそうだ、みんなこうそっち方面の人みんなそうだから、そっち方面で、どういう方面で。そう、昔のこう馬場さんもそうですよね、こういうガウンですね。あ、そうだ、やっぱそれにこだわり持ってるので、私は女子だからちょっともうちょっと華やかに、でも私はまだマシな方ですね、私のガウンは地味な方だと思います。JJ 君のその歯磨き粉めっちゃいいよ。知ってる知ってる。おちゃみだってマービスって会社、うん、あのおちゃみもともとこれですよね。もともと好きでずっと使ってたんだけど、あともう一つコルゲート使ってる。コルゲートのマービスで向こう使ってる。これ白いの知らんけど。いや、これね、あの僕は買ってる方だから分かるんですけど、めっちゃ高いんですよこれ。高い、ね、イタリアから輸入してるから。僕はあれですよ、アクアフレッシュですよ、これ。いや、聞いてないから。誰も興味ないから。300円ぐらい。誰も興味ないから。ね、すぐ自分の話したがる。あんた、私によく言うけどね。お父さん、仲間入ったら。このね、緑のやつがね、ちょっと使ってますよ。ああ、このミント。スペアミント。これ使ってたね。ストロングミントだけど、ストロングミントのやつ、マービス使ってたんですけど、うん、これホワイトニングのやつだから。あ、そうなんだ。どれがまずい。いやいや、そういう話してないから。はい、はい、お願いします。はい、あの久しぶりに家族揃っての姿を見てほっこりしています。ありがとうございます。で、今1100名の方に。本当にありがとうございます、はい、皆さんありがとうございます。じゃあどんどん聞いて、どんどん行かないと。
はい、ジャガーさん、お土産のチョコは大丈夫でしたか？なんだっけ、チョコって。なんか東京から持ってったんですかね。うん、先食べてる。あー、全然大丈夫。あれ、はい、はい、どんどんいきますよ。ジャガーさん、一番お世話になった男性プロレスラーはどなたですか？今、ストロングスタイルプロレスというところに女子担当としてお世話になってるんですけれど、女子のカードを組むっていう意味ですね。誰？なので、そういう関係もあって、初代タイガーマスク佐山サトルさんにお世話になって、ね、なってると思います。はい、はい、ジャガーさんのネイルはチップですか？いや、このアンジェルです。ジェル、はい。JJ 君の寮の部屋に冷蔵庫を置いてますか？置けないです。いや、そう、なんかね、学校の何でしょう、寮のルールで、うん、なんかあそこ電池してるのか知らないけど、まあ、そのワットするときに、ね、なんかあんま高電圧の、うん、まあ、その物を加電制限置けないっていうので、うん、まあ、ダメなんだよ、ルールです。だからじゃあその代わりにクーラーボックス使ってたんだけども、うん、アイス入れるのめんどくさくなって今エビアンを置くのに使ってますね。あ、その歯磨き粉はどこで売ってますか？これはジャイルで買ったんでしょ。これはジャイル、これアマゾンの買い旅行に、うん、売ってるところ、このパック。違うの、あのね、みっちゃんにね、傘を買ってきたわけ。あのジャイルの、あのなんだっけ、日傘にもなって、うん、いいですか、雨両方兼用の、うん、一石二鳥だなと思って、うん、で、結構みっちゃんあんな顔して、あのピンクが好きだから、薄いピンクの、あんな顔ね、あんな顔しょねえ、思い出した。私がですね、ちょっと一個だけ話聞いて。今日ですね、ガチで失礼すぎる。ちょっと待って、私がいっちゃんとふさこと、あのえみと、木下に同じ写真を送ったんですよ。どこ行ったかな。花の絵をね、あの駐車場でちょっとかわいい、なんかこう寂しそうにしながらも目立つ花があったので、あの盛り上がるかな、大丈夫かな、盛り上がる、ダメな気がする、ダメかな、あのあった、どんだけ引っ張られるか、この花ですね、はい、この花をですね、綺麗だったから写真を撮って、すぐ送ったわけですよ。そのまず木下、そしてみっちゃんで、ふさこで、もう一人、あの佐藤恵美という、私がお世話、ヘアメイクでお世話になってる彼女がいるんですけど、この4人に送ったわけですよ。そうしたらですね、あの答え、あの大体あ、綺麗ねとか可愛いねとかってあるでしょ。で、ふさこは可愛いの見つけたのっていうの話で、で恵美は、あ、可愛い、綺麗だねって来たわけ。通座って来るじゃん。で、あの木の下の見たらガン虫、全然違う話。そしたら、あともう一人、一番理解あるうちの姉と思ったら、いやーねー信じられないでしょ。私がわあ可愛いと思って撮って送ったら、そういうこと言うわけですよ。どんなか忘れちゃった。バカ、見なくていいですよ。次の質問お願いします。はい、花に興味ないからね。ジャガーさん、木下先生のお土産は何ですか？あ、買ってこ来てない何を買ってきても喜ばないし、何もいらないんですよ、この人は。だからたまに買ってきたって食べないし、カステラ好きだからカステラ買ってきても食べないし、こう物なんかもう自分でネットで買ってますので、だからほとんど何もいらないと思います。まあ誕生日とかそういう時にはネクタイを送りますけど、まあ、私がワイシャツとネクタイ合わせてるので、たまに自分のとか、そこからもらったやつとか合わせて置いとくとしてきますけど、そこ、ね、からもらうね。そこ結構くれてるよ。3本ぐらいくれる。まあでも、いや、5本ぐらいくれてるけど。よくどこだ、うん、だからあんたがあんまり感動がないだろ。いやいや、もう1本だけよくしてますね。あ、嬉しいです、うん、クマちゃんのやつでしょ。ねえ、1本だけってお前が用意してねえから何？はい、いや今ね、ちょうどみっちゃんが11111でやりました、ね、あ、1111です。はい、はい、JJ 君、寮の部屋片付けましたか？また汚くなったでしょ。いや、あの、まあ、これ、まあ、これもまあ、定期的に話すと、はい、あの、まあ、掃除を一気にする日があって、その日を境に、部屋がちょっと汚いから、もうちょっと綺麗にしようっていうので、ああいうふうになった。言われたでしょ。
いや、それって一日されてたんだよ。なんか言ってもしゃあないなみたいな感じで言われなくなったの。でも実際に歩きにくかったり、あと部屋とかなんかさ、小さいゴミとか入ってめっちゃ足が傷ついたり、なんか皮見てたりとかしたから、基本裸足で外も歩いてるから痛いわけよ。だからそういうので記念したっていう経緯があるんです。いつもやっときなさい。はい、ジャガーさんは JJ 君がもし結婚したらお嫁さんに焼き餅を焼きますか？焼きません。だって対象が違うじゃん。だって客観的に見てるので、息子だけど本人が選んだ人だからしょうがないでしょう。どういう子でも広がりにくい。でも多分ね、多分嘘だと思います。めっちゃ干渉すると思います。干渉しないってば、おかしいんじゃない、あんた自分で干渉する。もしくは干渉しないかもしれないけど、文句を全部僕に言うと思います。いや、あんたが言うと思います。ねえ、ダディと私どっちがうるさい？知らねえよ、それは。毎回わかんない。毎回じゃ2回目だよ。はい、ジャガーさんは何の色が好きですか？白か黒。網取りか。網取りも好きですね、色の。だってデビュー当時の、服ね、あれ、なんか緑ですよね、緑の水着を着てましたね。ねえ、あんた45年前の話すんじゃねえよ。JJ 君、学校の近くのパスタ屋さん知ってますか？小次郎っていうお店らしくて美味しいですよ。ああ、知らないです。お前歩かないです。佐久市は、寮の近くの保育所に入っていたら、イオンの周辺しか行かない、あんま知らないですよ。でもだんだん知ってくんじゃん、3年間の間に。でもね、これは聞いたらね、カラオケに行ったんだよ、これね。行った行った行った。あ、カラオケもするんだなと思ってびっくりしました。するする。あのスシローがあるんだけど、そこの近くにあります。一人で、いや、4人、それ行った時は4人で。でも意外に JJ 君の実は僕カラオケ行ったことあるんですよ。2人でね、ほぼ歌わず。その時は歌った、12曲くらい歌ったんじゃん。おちゃんの声枯れてたの、ずっとおちゃんの中で。声、あのね、あ、違う、これね、おちゃんの店なの。え、おちゃんね、声枯れてから、はい、滑舌よくなったんだよ、実は。え、あの、通りやすかった、これ。あ、これ思わない、ちょっと。わかるわかる。でも音痴は治んないし、振り切るとね、結構そうなるんだよ。そうそうそう、振り切って声がぐらいになったわけよ。でジャガーさんの 2,3 倍がひどくなったんだよ。それから回復、おちゃんね、喉強いんだよ、ですぐ回復して、そこから声がね、振り切ってから聞きやすくなった。音痴だ、音痴だから音痴は治んないだろ、声が。わからんね。音痴な人って音痴ってわかんないんだよ。JJ 君何歌えますか？でも英語の曲は2曲しか歌ってないです。あのイマジンとエミネムのルーズヨーセルフしか歌わなかったんです。他は日本の曲です。全然わかんないでしょ。わからない。私もわからない。イマジンは知ってる。知ってますよ。どういうの？イマジンオブザシー。英語どう？どういうこと？英語はいいの。そんな歌詞違うし。待ったよ、これ。あれあれ、JJ 君、邦楽は何聴きますか？邦楽って何？日本の歌。ああ、大分民謡。そう聞くな、お前は。知らない。大分民謡とか。得意な科目何ですか？あ、で、あの、テスト書いてきたんだよ。お、全部ついに。にゃ、あんた英語のいい点数ばかり言わないで、悪いのも言いなよ。で、でも総合して643点で、学年59位でした。おお、273件で中で59。おお、まあまあね、まあまあ。で、その中で一番光ったのが、我々の家庭が新家庭なんですよ。だから2、3年生とちょっと違うんです、教科。ああ、そうですね。で、そこで現代の国語と言語文化っていう、その古典とね、原文、現代文みたいに分かれるんですけど、まあ、そこでね、やっぱり一番悪かったのは、原文。まあ安定の、ね、51点とかって、ね、平均55ぐらいでちょっと平均を下回る。まあまあ安定の原文ですね。で、一番良かったのが科学、バティ学。え、バティ学、バティ、その、あの科学基礎、はい。で、確か平均がね、59とか。あ、結構低いね。60ぐらいだったりするんで、それで自分が81だった。お、で、偏差値が61とか。よかったね。まあ、それが一番良かった気がします。あと公共っていういわゆる、まあ、現代社会っていうのがあるんだけど、それもね、80ぐらい。それ意外だね。それ、まあ、それめっちゃ意外。そういうことかな。学と公共って
意外に英語が言ってないね。まあ、それ平均が50、点数は77とかなんだけど、普通だから英語77。まあね、そうね、まあ、文法がやっぱちょっときついんだよね、うん、どうしてもそこは。まあでもこれでも勉強したら、俺たちこれ能弁じゃないからね、ちゃんと勉強したから、うん、まあまあでももうちょっと取れたなと思ったけど、だからまあ夏休みちょっと勉強した方がいいね。ちょ第2タームでちょっともうちょっと頑張りたいな、うん、でも頑張ってるよね。まあスタートダッシュまだいかないけど頑張ってはいるね。それ本当にそう思う、うん、あの全然中学校の時と違うなと思うけど、そんなドバカだったもんね。いやドバカではない別に、あの9・1・9・2のことを思うとめっちゃ頑張ってるなと思います。そうだよね、中学の時の受験と高校全然違うもんね。またね、なんでかっていうと、うん、中学は別に勉強しなくても進級できるわけよ、うん、だけど、まあ、そこまでしなくてもじゃあ多分取れると思うけど、うん、自分がいるクラスはそれをしないと生き残れない。そうだそうだよね、生き残れ。でも小バカにされる感じになるから、うん、そこはちょっと違う。やっぱレベルがみんな高いから恥ずかしいんだよね。まあアホすぎる。そうなんだよ、うん、やっぱりでもあれだね、よかったらそういうクラスに入れてね。うん、本当だね、さすが佐久長聖だよね。今甲子園もね、まあ、今3回戦ですかね、準々決勝戦ね。甲子園行ってほしいね。公園行ってんの、あ、まだか。東大京大甲子園だよ、すごいじゃないですか。そういう学校あります？皆さんなかなかないですよね。甲子園はまあ行きたくないですね。なんでおいおいおい応援にってこと。母校行ってやろ、応援に。普通はね、行ってもらいたいんだけど、勝っても勝たなくても、まあ、どっちもいいんだよ。ねえ、そういうこと言わないのも、一斉頑張ってる方がいるんだから。それはまあ別に頑張ってる。でもお父さんはめっちゃ楽しみ、本当楽しみ。私も興味ないけど、そもそも、ね、興味ないって言うけど、野球に興味ないけど、やっぱ頑張ってもらいたいよ、ね。いや、やっぱりね、駅伝とかさ、なんか全国大会出るっていうと、なんか僕はワクワクしちゃうよ。マラソンとかもそうだけど、私マラソン大っ嫌いだから。駅伝です。あ、駅伝か。じゃあマラソンじゃん。マラソンではありません。駅伝です。もうちょっと早いの。どういう違います、タスキをつなぐんです。個人競技じゃないです。でも走ってんのマラソンでしょ。まあ長距離ですね。ああ、でもあれ見てたらもう疲れそうと思って。はい、じゃあお願いします。はい、ジャガーさんと先生の好きな科目を教えてください。体育に決まってんじゃん。はい、体育に決まってんじゃん。体育、僕は生物ですね。ああ、満点。そうですね、満点なの。全部、え、全部全部ってなんですか。生物、全ての点。いやいや、1回だけですよ、1回だけですよ、満点は。え、全国模試全国模試1位、やばずっと確認1位だったの。誰、絶対違うと思う。見え張るから。いや、なかなか取れ、まあ1回だけだけど、なかなか取れないよ、1位は。数学とかやっぱ1位全然。え、何、数学その得意じゃん。ダメだ、数学は得意じゃないです。数学はね、本当にこれ言い訳だけど、高校の時にバンドやってたんですよ。バンド一生懸命やりすぎて、高校かなり休んだんですよ。で、その時の数学は本当ダメですね、全然わからない。勉強してから数学どうだった？勉強してからの数学はどんな感じだった？勉強してないですもん。え、あ、受験、あ、浪人してからはやったからね。まあそれは上がりましたけど、高校の時、あとね、担任が数学の先生だったんですよ。もう本当大嫌い。ねえ、そういうこと言わない。担任と合わなすぎて、もう担任から言われたこと、お前は何浪しても絶対医学部に行けない、こう言われましたね。一浪して行ってるんですけど、ね、でもそういうことも言っちゃいけないよね、昔だから。担任ダメだろ、それは。先生、ねえ、言わないの、名前を。誰言えない。なんで余計なこと言うんだ。一番苦手だったのベクトルだったらしい。そうなんだよ。今からで簡単なのに。全然だよ。もう本当簡単なのに。あんたたち名前とかやめない、ほんとに問題になるから。探すじゃない、また探しても出ませんから。出ないだろうけど、時代があれだから。余計なこと言わないでくれよ、もう。わかりません、生死不明。わかりません。はい、じゃあお願いします。先生の、あのバンドのパート何でしたか？バンドのパートはボーカルです。だから自分がボーカルにならないと人数がギリギリだから、俺をバンド名はですね、トランキライザーって言います、ね、いいからそんな。80年代伝説の北海道ハードコアパンクバンドです。世界的に売れてました。そんなの聞かないでよ。ヤフーオークションで当時のレコード3万円とか4万円で売られてました。セックスピストルズの100分の1ぐらい有名じゃん。いや、もっとしたんだね。1万分の1ぐらいです。そういうのに全然興味がないから、どうでもいいって感じ。はい、はい、